フラーコは、イタリア共和国、バジリカアタシューマテーラ県にある、人口約700人の基礎自治体。急旬なサガンの丘の上に築かれた中世都市は、20世紀半ばに発生した、群発地震に伴って、居住に適さなくなり、住民は平地に集団移転した。ゴーストタウンとなった、旧市街は、印象的な景観から、映画のロケ地としても利用されている。 マテーラ県南部に位置し、ターラント湾からはおよそ3 0トル内陸に位置するコムーネである。クラーコの旧市街は、ピスティッチから西へ約1 0トル県とマテーラから南南西へ約3 5トル州都ポテンツァから南東へ6 1トルターラントから西南西へ約6 9トルナポリから東南東へ、 1> 約1 9 0キロメートルの距離にある隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは、以下の通り、穏やかな起伏の広がる、この地域では、丘の上に、町が築かれ、ふもとを取り巻く形で小麦畑が作られるが、クラーコの中世存落はそうした、この地域の典型的な丘の上の町の一つである。クラーコは防衛上の理由から非常に急な傾斜を持つ、丘の頂上に築かれており、 厳しく印象的な景観となっている。穏やかな起伏を持つ、この地域においては、周囲と異なる特徴的な姿を見せている。町の中心は最も標高の高い場所にあり、西南側は建物の建てられない急な崖になっている。町は、ケイボン川の渓谷を見下ろす標高400メートルの崖の頂上に位置する。この地域には、強烈な侵食作用によって形成された。 植生のない丘があり、カランチと呼ばれている。町には、紀元前8世紀に作られたと刻まれている墓が見つかっており、この町の建設も、その時期に遡ると考えられる。この地域には、ターラントワン沿岸の植民地メタポントムから移住した、キリシャ人が暮らしていた。クラーコのストリート10世紀、東ローマ帝国地下のこの地域では、イタリアの修道士たちによって農業が営まれるように、 なった。都市の名が最初に記録されるのは1060年である。この町はトリカーリー港の大司教アーナルドが治めており、小さな高地を意味するグラキアムの名で呼ばれていた。クラーコの地名はこれに由来する、教会による長い統治は、この地域の人々に大きな影響を与えた。1154年から1168年にかけて、この町の支配はノルマン人と推測される。 エルベルトに移った。エルベルトは、町の最初の封建領主であった。その後1179年には、ホベルト・ディピート・ラパートスがクラーコの領主となっている。1276年には町に大学が設立された。13世紀の間には、アテンディロス・フォーツェの指示によって、町のランドマークとなっている、クラーコ城が建設されている。フェデリー・コ二世の統治家、クラーコは、 カボーネ川流域とアグリガー流域を結ぶ戦略上の拠点として重視された。1293年にはクラーコ城の塔は監獄として用いられた。15世紀までに町は4つの大きな館を持つようになった。塔の近くのパラッツォ・マロンナ、聖堂に隣接するパラッツォ・グロッシ、そしてパラッツォ・カーボーンとパラッツォ・シモネッチである。町の人口は450人。 六百五十五人、千七百十八人と記録され、千五百六十一年には二千五百九十人に達している。千六百五十六年には薬病の流行によって数百人の死者が出ている。人口は長い期間を平均すれば千五百人程度であった。千七百九十九年、ナポリに学んだイノセンソドシーザーはクラーコーニ業するとブルジョワジーを組織し、 カルテノペア共和国を目指す革命運動を起こし、封建的な農業関係を打破するために放棄した。しかし、反乱は鎮圧された。1815年、十分に広くなった町は、二つの地区に区分された。城と塔のある標高の最も高い地域、トーレバキアとサンニコラ協会に属する地域クオーターデラ、キエーザマードレである。 クラーコの旧市街1860年代半ばのイタリア統一期、この地域での山賊の勢力新調は町を悩ませた。内戦が終わると環境や実質が町の最大の困難となった。この土地の厳しい農業条件は十分な生産をもたらさなかったため、1892年から1922年にかけて1、300人以上の住民が北米に移住している。 20世紀半ばには群発地震が町の存続に致命的なダメージを与えた。1959年から1972年にかけて町の一部は激しく損傷を受け、また地滑りによって居住が不可能と判断された。クラこの町は粘土層の上に形成された先進予の砂岩の丘の上に築かれており、 地質学的な問題は科学者たちには1910年には認識されていた。1963年、丘の上の町の1800人の住民は安全のために町を放棄し、全員が谷合の倉コペスキエラ地区に移住した。その後、自治体の人口は減少し、1000人を割り込んでいる。クラー港には以下の分離集落がある。国立統計研究所によれば、2001年、 国勢調査時点での居住地区別の人口は以下の通り。ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロアビタと、密度の低いニュークレを浴びたと、まとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が全て大文字で示されているものがチェントロアビタとである。印が付されているのはコムーネの役場。 ヤクショラカーサ・コムーノリーの置かれている地区である。建物の内部教会は、町の歴史の中心である。小崎、兄弟会の修道士たちが築いた教会は、聖ペテロに捧げられたもので、建物は17世紀に遡る。災害後部分的に修復され、会議センターとして使用されている。丘のふもとに位置する奨励廃道サンタマリアデッラステラ教会は、 聖母マリアに捧げられたもので、現在も活動している。この場所で、羊飼いが水の中から奇跡的に拾ったという聖母子像を祀っていた。オリジナルの血の巫女、イエスの像は盗難に遭い、新たなものに交換されたが、聖母、マリアの像は、現在も収容されている。町の守護聖人聖ヴィンチェンツォの聖以外の一部を収めるサンタンジェロ教会は、 現在もわずかな人々が暮らす丘の上の地区に小さいながらも再建され、現在も活動している。セービンチェンツォは古代ローマ帝国の兵士で皇帝崇拝を拒否したために286年に殉教したとされる聖人で出る。セービンチェンツォの聖遺物は1769年に町にもたらされ、旧市街崩壊後は新しい教会に移された。町のもう一つの教会は、 キエーザマードレ教会である、旧市街の塔の下にそのアーチ型のドームをそびえさせていた教会は、旧市街最大の教会であった。旧市街の崩壊とともに、彫像や内部の備品は、新市街、クラーコペスキエーラに新たに作られた教会に移動した。新しい教会の外観は、モダンではあるが、元の教会から移された内部の古い彫像は、 観光客に古いクラーコの雰囲気を伝えている。宗教的な結びつきの強いこの街では、いくつもの宗教的な祭事が行われる。また、農村の伝統が引き継がれており、クラーコペスケエーラでは、毎月死が立つ。クラーコの旧死がユニークで、印象的な景観を持つクラーコは、多くの映画のロケ地として利用された。例えば、以下のような作品である、ありがとうございます。